西東京市向田台町にある都立田無工業高等学校。部員数は1年生13人、2年生6人、3年生7人の合わせて26人。練習メニューは生徒たちが考え、雨の日でも積極的に取り組んでいます。今年のチームの特徴は、積極的なバッティングです。カウントが若くてもしっかり甘い球を見逃さずに強くバッティングしていきたいと思ってます。去年は、1回戦勝てなかったので、まずは初戦勝って、それからまた一戦一戦頑張っていきたいと思います。初めてエースとなった黒田君は、中学から極めてきたというカーブを武器に相手打線に挑みます。初めてのエースなんで、最後の夏というのもあって気合い入れて頑張りたいです。目標は、3年生最後みんなで楽しく野球ができて、勝ち上がれたらいいと思います。サードの高橋君は攻撃を盛り上げるためバッティングを強化しています。みんな最初は野球、自分も含め上手くなかったんですけど、毎日夜遅くまで練習してきたんで、確実に上手くなってるなと思うんで、その上手くなったっていう結果をしっかり夏の大会で出せればいいって思います。そして走攻守のバランスに定評のある佐藤君がチームを勢いづけます。足は結構自分自信があるので、ランナーで出たらしっかり走って得点につながれるようにしていきたいです。絶対1回戦勝つので、応援よろしくお願いします。目指すは初戦突破です。